はい、皆さん、毎度毎度。はい、昨日ちょっと出たね、宿毛矯正問題ね。あの、痛んだ人ね。他店からやってきた。まあ、でも他店からね、新規のお客様がやってくるってのも楽しいね。いいね。まあ、この宿毛矯正もね、まあ、昨夜、ライブで校舎が打たれたけど、お店によってやり方ってのは意外とまちまちなんだよね。アイロンのかけ方も違うし、薬のつけ方も違うし、使ってる薬も違うし、まあ、それぞれのお店でそれが正解で、 だと思ってやってるからね、みんなね。だから昨日ね、話したうちがね、根元2回分かけるってやり方ね、3ヶ月置きにかけてる人だったらね、まあ、6、7センチ根元からね、自肌っから、自肌近くから塗ってね、そんでも毛先は触らないっていうやり方ね、それでいいんだよって言ってね、まあ、それに関してアイロン操作がきっちりできて、つけたお薬も適切である場合だよね。 だからねお店によったらね、えなんで毛先塗らないのと、塗んなきゃウェーブ伸びねえだろうとかね、だから毛先塗んねえな、手,手抜きだとかね、そこでうちがね塗ったら痛むだろうって言うとね、そういう場合はね、何かこう、トリートメント、塗れとか、しかも塗り方にもこだわりがあってね、ああいうのがいい、こういうのがいいね、でつける薬はね、システアミンの弱いのがいいとか、酸性のスピエラがいいとかね。 いや、そうじゃなくて、ベルジバンスのノワールがいいとかね。まあ、あいろんなこと言ってね、毛先にも塗布しなきゃダメだろう、お前ら。何々使って、こうやってアイロンの温度は何度がいいってね。やってごらんなさいよ、ツルツルサラサラよとか、ね。まあ、あ確かにね、やったその日はツルツルサラサラになるわな。まあ、あそんなものは一回洗ったらまた元のね、傷んだバサバサ、ゴワゴワにね、戻るっていうのは分かってんだよ。大体いいそうなんだよ。まあ、自分もね、そういう経験をしてきたからね、こうやって喋れるんだあってね。 本当にね、アイロン操作が下手とか、まあ何かが下手な時はね、一液塗布してね、加温して、もう一回塗布してね、あの、二十分置いたりね、二度塗ったりね。ほんだから,から毛先もね、な、あんな薬がいい、こんな薬がいいってね、いろんな薬試してね、これがいい、あれがいいってんでね。そういうね、仕事してた時ね、元だけね、薬つけて、 根元だけアイロンかけときゃいいんだよ、みたいなね。その手抜きみたいなしく無強の話聞くとね。なんだこの親父、やる気あんのか、めんなんて、真面目に思うからね。まあ、当にね、そういうときは理解できない相手の行動がね。まあ、うちらはね、そういう根元だけ2回分塗ってね、アフロでもそうだね。縁石に入れないし2回分かければ、だいたいもう、アフロもだいたいまっすぐ伸びてるからね。まあ、そういうね、あのー、毛先、毎度毎度塗るような美容室の仕事の仕方っていうのは、何かしら不具合がある。 逆にね、不具合があるのをね、一生懸命改善しようとしてね、努力してるお店のね、やり方の方が面白いかもしれない話聞いてて。毛先のアイロンの温度は120度がいいとかね。最近じゃやらないね、アイロンに布巻いた方がいいとかね。まあ、うまくできない店ほどね、技術が進んでる気がするね。<laughs> まあ、中にはね、粗悪なアイロンでね、一生懸命かけてる店とかね。 だからね。うちの子考教診のやり方なんか、だから面白くもなんでもないよね。根元に薬塗って愛のかけて終わりだからね。もう他に何にもしないもん。毛先 <laughs> 毛先取りメめト塗らないよね。化酸化水素最後かけんじゃないあれだって、シリコンとかいっぱい入ってっかねあんな化酸化水素にね。あと、健康棒だったらテストもしねえよ。アフロの子ももう最近テストしないね。15分か20分みたいたら、洗っちゃうね。一応見たふりするけど。<laughs> もうまあ、伸びてるには伸びてるんだよね。あと日本人の硬い毛なんかあの根元の数センチに塗布した場合引っ張れないでしょ <laughs> そんな根元さどうやって引っ張るのってなっちゃうよね。一本だけ取り出しね。見ない、めんどくさいからもう見ない。い見なきゃいけないときはやっぱり毛染めしてる人だね。毛染めしてる人はやっぱりこまめに見てちょっと確認してるけど。だからね うちの仕事は見ててつまんないかもしんないね。しかも、矯正ね、ただ薬つけて、ただアイロンかけて、工夫も何もないからね。みんなは工夫とか何かを見たい、調べたいってなるかもしんないけどね。コツが分かっちゃっと工夫も何もないもんね。<laughs> アイロンにパテモルグレらだよ。<laughs> ここでね、挑発的なことを言うてね、ケミカルオタクの人っているじゃない科学大好きでさ、あれ使え、これ使えってさ、 ほんでんだーだこうだって科学のことね、調べ上げてね。そういう人ってさ、パーマのコツが分かってねえんじゃねパーマはコツが分かればさ、極めて簡単なんだよね。もう、薬つけて巻いて外すだけ。もうそんで別に特に毛先はそれほど痛まないしね。縮毛矯正もそう。根元塗ってアイロンかけりゃ毛先痛まないしね。で、しっかりアイロンかかってりゃウェブバックも起こさないしね。 何の工夫もなくね、まあ触る必要がないっていうのは余計なことをする必要がないんだよね。だからね、ケミカルオタクの人をね、馬鹿にしてんじゃなくてね、自分もそういう時代があったからね、言えるんであってね、まあ早くケミカルオタク卒業してね、あのー、簡単なやり方ね、マスターしてね、昔の努力は何だったんだろうと。<laughs> はい、お疲れ様でした。